はい、こんにちは、丸中です。はい、この木はね、黒松、まあほぼほぼ完成しとるね。まあ9割ぐらい、まあすぐ展示会に少し静止すれば出せるような木ですね。何度もこれね、植え替え角度を変えたり、半径外にしてみたり、圏外にしてみたりして、まあ今模様木になってますけど、まあそれでまあこうやってね、枝も小枝も増えて、まあほぼ完成木ですね。はい、こんな感じでね、鉢はどうでもいい鉢ですよ。中身で勝負だよね、師匠も俺もね。はい、こんな感じでこうやって枝もほぐれて、まあ結構ね、この根元から粘点しとるんだけど、だけどまあなんとか模様木に持ち込んで、でまあ元気のいい木だもんね。こんな感じで粘りもいいし、右行ったり左行ったり向こう行ったり戻ってきたりね、結構こう何ていうの、動きのある木だけど、まあどっしりとしたこう模様木の形ね、今は収まっとるね。やっぱりこうね、ぐちゅぐちゅじゃなくて向こうまでやっぱり透けて見える形、そして曲もね、やっぱり箸一本分ぐらいが挟まるぐらいの、まあ、なんていうのかな、透けて見える感じじゃないと、なんとなくこのもう息苦しい感じになっちゃうよね。こんな感じでね、横枝も後ろも前も上も、もう枝があって、もう作るような枝は、まあ、ほぼないね。はい、これもほぼ完成しとるもんね。まあある程度の値段はしますけども、展示会で商品盆栽として使っていただける素材だと思ってますよ。はい、こんな感じでね、黒松の完成木紹介します。よろしくお願いいたします。